あのさ、できれば木口とは泥仕合は避けたいな。やはりそなた、木口に情が移ったのだな。そなたまたも心変わりをしたというのか。またもって俺がいつ？道場で二人きりで何をしておったのか私は知っているのだぞ。ああ、知っての通り稽古だ。ああ、何の稽古だか。ああ、私はそなたを信頼してあの道場に通わせていたというのに。もうそなたの浮気性には付き合いきれないのはこっちだ。自分からそういう話を振ってきておいて、これはあんたの言う通りこの10日間、あ、トガメ、ちょっとやばいかもしれないぞ。やばい？いや、まあ確かによその流派の門下生になれという私の命令は理不尽であったと思うし、それで愛想をつかされても仕方ないのかもしれないけど、私には私なりの考えがあってだな。それを聞いてくれてもいいではないか。分かった。いや、その件についての話はもう終わっている。とはなんだ。まだ話し合いの余地は残っておるだろうが、二人で築いてきた関係を一人で一方的に終わらそうとはどういうつもりだ。私はこの10日間どういう思いで。いや、やばいのはトガメの立てた奇策だよ。そうなのか。ならばよい。いや、よくはないだろう。で、奇策がどうやばい？つまりさ、その奇策は俺が刀剣使いの素人であることを前提に考えられているわけだろう。けれどトガメ、10日前ならいざ知らず、あんたがその奇策を練っている間に俺は達人である木口から直々にずっと教えを受けていたんだぜ。俺はもう素人とは言えないんじゃないのか。あ、そうか。確かにそこまでは考えてはいなかった。私としたことが不覚だったな。よし、わかった。チュー。まだ何か覚えておるか？全部忘れた。まだ七かと